しゃ。アムロ、それでこそ私のライバルだ。ここで爆発したら地球は汚染させられん。アムロ、地球上に残った人類などは地上ののみだということがなぜ。アムロ、これ以上はやらせん。来るのか。ラダーが死んだ時のあの苦しみ、存分に思い出せ。情けないやつ。何が。貴様こそその力を無駄に消耗していると何で気がつか。貴様こそパワーダウンだと。世直しのこと知らないだろ。革命はいつもインテリが始めるんだ。夢みたいな目標を持ってやるから、いつも過激なことしかやらない。しかし革命の後には手高い革命の心が官僚主義と大衆に飲み込まれていった。インテリはそれを嫌って世間からも政治からも身を引いて寄捨て人になる。あったら。私は世直しなど考えてはいない。国民どもにその才能を利用されている者が言うことか。そうかい。パワーならこっちだって負けちゃいないはずだ。サーベルのパワーが負けている。なんと、貴様がいなければ会うの。どう。モニターが死ぬ。うわー、逃がすかよ。捕まった。しかしもう遅い。私の勝ちだ。今計算してみたが、アクシスの後部は地球の引力に引かれて落ちる。貴様らの頑張りすぎだ。ふざけるな。たかが石ころ一つガンダムで押し出してやる。バカなことはやめろ。やってみなければわからん。正気か。貴様ほど急ぎすぎもしなければ人類に絶望もしちゃいない。アクシスの落下は始まっているんだぞ。ニューガンダムは伊達じゃない。やめてくれ。こんなことに付き合う必要はない。無理だよ。みんな下がれ。ダメだ。摩擦熱とオーバーロードで自爆するだけだぞ。もういいんだ。みんなやめろ。結局遅かれ早かれこんな悲しみだけが広がって地球を押し潰すのだ。ならば人類は自分の手で自分を裁いて自然に対し地球に対して贖罪しなければならん。アムロ、なんでこれがわからん。離れろ。あんたの力は。これはサイコフレームの教室。人の意志が集中しすぎてオーバーロードしているのか。なのに恐怖は感じない。むしろ暖かくて安心を感じると。何もできないで。そうか。しかしこの暖かさを持った人間が地球さえ破壊するんだ。それを分かるんだよアムロ。分かってるよ。だから世界に人の心の光を見せなければならないんだろう。アラーセンは私の母になってくれるかもしれなかった女性だ。そのララーを殺したお前に言えたことか。お母さん、ララーか。うわいかがでしたでしょうか。以上がシャアの反乱。ところで、あなたは…そうでしたか。でも、改めて宇宙世紀を…
申し遅れました。エアルと呼んでくださいね。さて、歴史を紐解くデータの登録を行いますので。登録が完了しました。マリにフィア、今日は新しい人が来るからた誰がナビゲーターになるかは。そうでしたね。これから私たち3人で、そして最後に誰をナビゲーター。勝手に話を進められている。ではそのように。 はいはーい。私では、私は2番手を務め。ああもう。それでは後ほど。マリ、くれぐれも失礼。それじゃあまずは私と、その前に私、じゃあ改めて。早速だけど、新しいここでモビルスーツとキャラクターを、新しいモビルスーツを手に入れる。今回はなんと特別、鳥になる。これはこれは、いい引きしてますな。準備は OK？ じゃあ、舞台編成するには、舞台の編成はこんな感じ。新しいモビルスーツやキャラクターをゲット。じゃあ次はいよいよ、じゃじゃーん、到着。ここには宇宙世紀に起きた、早速物語を見、ここで宇宙世紀ダブルオース、まずはこっから行ってみよう。スペースコロニーサイドセブンに侵入したジオン軍の偵察部隊は、連邦軍が極秘裏に開発していた新型モビルスーツガンダムを発見した。トレーラーに横たわる機体を破壊しようと試みるザク。しかし、ガンダムのコックピットにはサイドセブンの少年アムロ・レイの姿があった。
ムロのとっさの操縦によって目覚めるガンダム。ついにガンダムが大地に立つ。バトルクエストが解放されたみたいだ。ここからバトルに行けるよ。ティアちゃんと交代するね。偵察だが、こうなったら仕方ない。交代となりました。私、フィアストレイ。ここからは私がご説明。各モビルスーツには異なる相対するモビルスーツの属性によって味方が有利を取れるように。邪魔しないでくれ。急所さえ狙えばあいつもただじゃ済むまい。邪魔しないで。やつをするのは我々の予想をはるかに上回っているのか。分かってるさ、ミシェル。これが必要だって言うんだろう。こちらが今回の戦闘結果となります。今回の報酬となります。プレイヤーランクが上がりました。勝利、お見事です。バトルクエストに勝利すること。またバトルには過ミッションのクリア条件を。ミッションはクリアするまで何度編成やモビルスバトルでの入手や得られる報酬といたしましては。さて、私の説後ほどお会いできることを。ここからは私、お二人の説明と。では改造パーツをつける強化を繰り返せばよ。それでは次に。ここでは設定されているか実績報酬を一括報酬を受け取りました。このように実績を達成したらぜひ。さて、これで施設での重要な場所の説明は終わりました。最後にあなたをサポートするナビゲーターを選択。選択したナビゲーターによって、あと、いつでも好きなタイミング。お役に立てるよう精一杯頑張って。これからクエストを進む当面の目標は。それでは一緒に。本日のログインボーナス。新しいモビルスーツが追加されました。
り立たれました。下がれよ、下がってくれないと。